どうもジラティです。ロストオデッセイまた続きやっていきたいと思います。今回はパート68、前回はメインストーリーの、ヌマラの都、そこに入ってきたんですが、探索していたり、それからトレハンメモだったり、サブイベだったりそういうことをやっていて、時間いっぱいになってしまったといったことですね。で最後に千年の夢が発生したところで終わらせていただきました。とても読む時間がなかったので、ですから、今回はその読むところから始めていきましょうね。さて、この人たちですね。じゃあもう一回発生のところから見ていきましょう。さあ時間かかるぞ。全くおふくろ足が遅いな。もう年なんだから家で留守番していればいいのに。まあこの親子のやり取りを見て、おふくろっていうんだから親子だよね、なのこれを見てね、何かまた思い出したんでしょうね。まあそれを見ていこうってわけなんですが、すまないね。あ、おばあさんの方を見てるね。皆無の心の底に眠る一つの記憶がまた呼び出されましたね。呼び覚まされましたね。さて今度は何だ。さあかかるぞ時間短めのもあるんだけど大体長いんだよな。さあどうだ、今回は題名は待ち人来たりてか。今の親子とどういう関係が、今のね親子を見てね、母親は島の船着き場で息子を待っていた。自分の体よりも大きな旅支度をしてよそ行きの服を着て胸の高鳴りを抑えきれないのだろう。たまたま同じ船が着くのを待っていた皆無に話しかけてきたのだ。今回は主人公はこの母親なのかな、ちょっと分かりませんけどね。そして今回は皆無は何屋さんなのかな。ねえ、皆無を待ってたんだって。手紙をもらったのよ息子から。ふるさとの島を出て大陸に渡って以来30年、長いね。30年近く落とされたがなかった一人息子が人型の成功を収め、年老いた母親を呼び寄せる手紙だってへえ、手紙を書き送ってきた。私も連れ合いを亡くしてずっと一人暮らしだったから、息子と一緒にお嫁さんや孫に囲まれてのんびり余生を過ごそうかと思って、はあ、住み慣れた我が家を引き払って、息子が迎えに来るのを待っていた。1週間も前からずっと。え？あ、そう、海がしけているわけではない。ああ、海運を昨日の船で島に着いたのだ。ああ、1週間？お母さんね、遅れてるんですか？驚いて聞く海務に母親はそうなのよと苦笑交じりにうなずいた。どうしちゃったのかしらね、仕事が忙しくて身動き取れないのかしら。手紙は？母親はまた苦笑して、あの子は子供の頃からのんびり屋だったからねと水平線に目をやった。最初は点のようにしか見えなかった船の影が今はマストの輪郭がはっきりと分かるまで大きくなっていた。へえ、だんだんね来てるね。母親はでももう大丈夫よね、この船に乗ってるわよ息子はと言って椅子代わりに座っていた荷物から腰を浮かせて船を手招くようにっていうのかな、ハンカチを頭上に掲げて振った。はあ、海軍も船を見つめる。自然と鋭い目つきになった。海軍は誰を何のために待ってんのかね。ねえお兄さん、母親に声をかけられ慌てて眼差しを緩めて振り向いた。あなたは旅の人でしょ。ええ、昨日の船で着いたのよね、それで今日帰っちゃうの、てげんそうに聞かれた。だが母親の表情によそ者を警戒する険しさはなかった。海軍はそれでほっとして、僕も同じなんですと答えた。人を待ってるんですよ。あの船に乗ってるの？ええ、多分待ち合わせをしてるんじゃないの、約束をしてるわけじゃないんで。ああ、すみません、僕も待ちぼうけかもしれないんです。そうなの、あとはもう苦笑いで受け流した。ああ、
部外者に告げるわけにはいかない。これは極秘の、そして決して失敗の許されない任務だった。ほうほう。お、汽笛が。母親は怪訝な顔のままだったが、船が近づくにつれて船着き場も賑やかになり、話はそのままざわめきに紛れてしまった。船が着く。半日がかりの船旅をして大陸の都からやってきた人たちが甲板から次々に降りてくる。母親は頭上に振っていたハンカチを胸に握りしめて乗客の姿を目で追った。島々を渡り歩く行商人がいる。もっと大きな商いをするために島を訪れた男たちもいる。島の農園で働くために大陸から集団で渡ってきた肌の浅黒い少年や少女もいるし、大陸での出稼ぎを終えて帰郷した男たちもいる。うん、なるほどね。だが数十人の乗客の中に母親の息子はいなかった。またいないんだね。またってことだよね。うん。乗客を降ろした船には入れ替わりに島から大陸へ渡る人々が乗り込んだ。船着き場の主役も出迎えの人から見送りの人に変わる。ほうほうほう、なるほど、いいね。情景が目に浮かぶようだよ。そのにぎわいに背を向けて母親はのろのろと歩き出す。重い荷物を背負い両手にも掲げて何歩か進んだところで背中の荷物が崩れ落ちそうになった。後ろから手を伸ばしてそれを受け止めたのは皆無だった。毎回そっか、荷物をどっかに止まってんの知らないけど、荷物を持って1週間こういうことしてるんだね。1日1便なのかな、じゃなきゃ大変だよね。母親は驚いた顔で振り向き、カイムが一人だと知ると、あなたも待ちぼうけだったのと聞いた。ええ、どうやらそうみたいです。ああ、カイムもいなかったんだな。この船に待ち人は乗っていなかった。大陸の都からの定期便。1日1便でかいだった。明日の船を待つしかない。ああ、毎日重い荷物を背負ってね、お母さんね。会えるまで島で待つの。そうですね、宿代だって大変なんじゃない。それは大丈夫です、野宿は慣れてますから。まあ皆無ね。慣れてるったって。呆れ顔になった母親は、まああなたはまだ若いし鍛えた体をしてるから2、3日なら大丈夫だろうねと笑ったと。おばあさんはどうするんですか。お母さんじゃないの。おばあさんぐらいの年って意味だよね。まあ、母親なんでしょ。とにかく家に戻るんですか。戻れればいいんだけどね。もう先週のうちに家は人手に渡っちゃったのよ。てっきり息子はすぐに迎えに来てくれるもんだと思い込んでたから。なんてこと。一瞬母親の顔に気弱な陰りがさした。陰りでいいんだよね。だがすぐに笑顔を取り戻して、でもねと話は続く。家を処分したおかげでまとまったお金が入ったから、今はちょっとしたお大臣気分なのよ、なのかな。お大臣気分なのよ。だからほら、すぐそこに大きな宿屋があるでしょ。今はそこの一番広い部屋に泊まって朝からのんびり夜ものんびり。待ちぼうけは残念だけど、まあずっとがむしゃらに働いてきたんだから少しぐらいは贅沢させてもらっても罰は当たらないわよね。いやー、だけどずーっとロイヤルスイートみたいのに泊まってたらちょっとお金持つかね。笑いながら言ったその言葉が皆無の胸に切なさを呼び起こす。ずっとがむしゃらに働いてきたというのは嘘でも子供のあやでもないのだろう。化粧の似合わない日に焼けた肌と、安物の指輪で飾り立てても隠しようのない、節くれだった手の指がそれを伝えてくれる。なるほどね。そしてがむしゃらに働きながらも老が報われることのない報われることの少ない人生だったのだろうと、背負った荷物に高価なものは何もなかった。息子さん明日は来ますよ。カイムが言うと母親は口あの
顔をほころばせて、そうね、明日よね、明日とうなずいた。うん、あなたの待っている人も明日の船に乗ってるといいわね。ありがとうございます。ねえ、もしよかったら野宿は体に毒だから私の宿に来ない？あなた一人分ぐらいならなんとかなるわよ。うん、社交辞令ではなさそうな口ぶりだったが、だからこそカイムは笑顔で会釈をして、ありがとうございます、でも遠慮しますと答えた。長年の疲れをゆっくり癒してください。母親そうと少し残念そうな顔になったが、無理強いはしなかった。もしかしたら母親息子が来ないんじゃないかという不安を紛れす、なあね、不安を紛らわせたかったのかもしれない。一人で宿へ向かう母親の荷物にすっぽり隠れた小さな後ろ姿を見送りながら、カイムはふと思った。はあ、ああ。それでも前言を翻して母親を追いかけることはやめておいた。幸せな老後の日々を夢見ている母親のそばにいるには自分はふさわしくない男だ。うん、明日の船で母親は待ちに待った息子との再会を果たすだろう。こっちの町人もきっと明日には島に渡ってくる。息子に会えた母親はきっと大粒の涙を流すだろう。来たらね、うん、来ればね。だが町人に会えたカイムは血生臭い任務を果たさなければならない。カイムが待ちわびている男はお尋ね者だった。賞金首でもあった。都の裏社会を牛耳る組織の顔役だ。強盗詐欺、恐喝傷害、そして殺人、犯した罪は数えきれない。散々悪行を重ねた末に組織を裏切って多額の資金を持ち逃げした。はあ、生まれ故郷の島に帰ってくるらしいと情報を組織が掴んだのはつい数日前、カイムが雇われた。それはつまり見つけ次第殺せという組織の覚悟の表れでもあったのだ。ああ、じゃあ今回は国が依頼した傭兵の中の一人とか言うんじゃなく、今回の皆無の職業はどうやら殺し屋のようだな。始末屋というか、しかも組織ね、へえ、からの依頼でね。まあいろんな職業をやってますね、皆無もね。この千年の夢、今まで散々読んできたけど。翌日、皆無と母親は同じ時刻に船着き場で会った。ああ、うん。で、え？次の日もその次の日もさらにその次の日もだって。二人は同じように船着き場で顔を合わせた。来ないのだ。前もカイムの町人も母親の町人も。ああ、一週間が過ぎた。母親は泊まる宿を行商人相手の安いキチン宿っていうのかな、うん、に変えた。私なんかにはこういう安い部屋の方がかえって居心地がいいのよと母親は笑っていたが、おそらく高い宿屋では金が続かなくなったのだろう。だろうな。お兄さんの町人も随分遅いわね。ええ、どんな人なの？カイムは苦笑いでいなすだけだった。答えることはできない、任務を遂行するために。そして胸の奥には小さな予感もあったから、まさかまさかな。母親はそれ以上は何も聞かずに、早く会えるといいわねと笑った。考えたくないぞ考えたくなくなってきたぞ。さらに3日が過ぎた。行商人になりすまして島に渡った組織の連絡役が皆無にすれ違いざま耳打ちした。まだ都に潜伏しているようです。しらみつぶしに探しているところですが、なかなか尻尾がつかめなくて。皆無は黙ってうなずき、定期船の方に目をやった。乗客の最後の一人が船を降りても、母親はまだ船着き場に佇み、無人の甲板をじっと見上げていた。ああ、なるほど、まだのようだね。とにかくねえお兄さん、母親が声をかけてきたのはその3日後のことだった。すごい日にち経ってるな。なんだ、あなたが野宿をしている場所は夜露をしのげる屋根はついているの？カイムが寝泊まりしているのは港近くで見つけた廃屋だった。どうせ寝るだけなんだから、私もそこにお邪魔してもいいかしら。え？今まで住んでいた家も廃屋も似たり寄ったりだったから。ああ、なるほど、大丈夫だよ。うん、大丈夫。実家は随分ねえ
そういう家だったみたいだね。新しいいたずらの種を見つけた子供のように笑う。カイムは断らなかった。いや、正確には断れなかった。すでに母親の手持ちの金ではキッチン宿にも泊まれなくなっているのだろう。伏しくれだった指をささやかに彩っていた、宿っていた安物の指輪もいつからか消えていた。ささやかにね、彩っていた、彩っていた、だから売りに出しちゃったのかな。月明かりだけが頼りの廃屋の中で夜を過ごしながら、母親は問わず語りに息子の思い出を話していった。決して楽しい思い出ではなかった。子供は息子は子供の頃から乱暴者で通っていて、近所の鼻つまみ者だったのだ。そのせいで母親は随分肩身の狭い思いをしたのだという。家から金を盗み出して夜通し遊んで、気がついたら島一番のゴロつきになってたの。暴力沙汰はしょっちゅうで、女の子にもちょっかいを出して、年に一度の祭りも大暴れしてぶち壊しにして、そのために主人と私は平謝りして、腕のいい石工だった父親は仕事をなくした。息子が親方の家から金目のものを盗み出したせいだ。母親も街を歩くたびに白い目で見られ、後ろ指を刺された。島の集会所を息子が面白半分に焼き払った後は特に。親のしつけが悪かったんだ。子供の不始末は親の責任だ。あの母親が甘やかして育てたから息子があんなゴロつきになったんだ。親が悪い、父親が悪い、母親が悪い、お前たちのせいだ、そうやって言われてたのかな。そりゃ辛かったよ、狭い島だからね。本当に宇宙人も私も居所、居場所のない思いだったの。息子が家を出たのは18の時だった。最後は家で、というより感動同然に島を去った。じゃあ今48ぐらいってこと？以上ってことだね。島の人々は皆薬部神が立ち去ってくれて喜んでいた。あんなやつ都で野垂れ死にすればいいんだと聞こえようがしに言い放つ人もいたほどだ。父親が亡くなったのは5年前。ああ、最後の最後まで息子を許すことなく、今の際になっても、島の人々に上事で詫びながら言った。はあ。それでもね、どんな息子でも母親にとっては自分のお腹を痛めて産んだ子なのよ。あの子からは何の頼りもなかったけど、とにかく都で元気でいてくれればいい、悪い流行り病にかからなければいい、つまらない喧嘩に巻き込まれたりしなければいい、ずっと祈ってたの。身勝手よね、と母親は苦笑する。でもね、それが親というものなのよ、とも付け加える。お兄さんにも親はいるんでしょう。それはそうよね。親のいない人はこの世のどこにもいないんだものね。ええ。お父さんやお母さんは元気なの？カヤマは黙ってうつむいた。伊豆子からともなく旅を始めて、伊豆子へともなく果てのない旅を続けるカヤマには決して答えられない問いだった。これ私が前から言ってるように、このカヤマたち5人の存在なんだよね。未だもってよくわかんないんだけど、なんか姿形はこの世界のなんていうの、人人間と同じ姿形をした存在なの、その向こうのね、向こうの世界からやってきた5人組っていうのは、ガンガラ含めて。そこがなんかおかしなことを前誰かが言ってたね。千年の夢なんじゃなくてガンガラだったっけな、ガンガラじゃないか、なんかのメインストーリーで言ってたような気がする。と思ってさ、となると親っていう存在はいるのかなっていうね、とも思ったのよね。確かそれ私言ったと思うんだけど、どうなんでしょうね。代わりに母親に聞いた。息子さんに会えたらまず最初に何を言うんですか。母親はそうねとしばらく考えてから言った。言葉じゃないわよ、黙って抱いてあげるだけだろうね。元気でいてくれてよかった、本当によかった、って抱っこしてあげるの。なるほど。カイマは静かに続ける。もしも息子さんが都でもう真っ当な暮らしをしていなかったとしたら、それでも抱いてあげますか。答えはすぐに返ってきた。抱っこしてあげてから叱り飛ばすわ。母親は照れくさそうに笑って、親っていうのはそういうものなのよ、と付け加えた。
愛だね。母親が高い熱を出したのは翌日の朝だった。夜露はしのげるとはいえ、廃屋で過ごした一夜は年老いた母親の体にはやはりダメージを与えていたのだ。だが母親は定期船のつく時間になるとよろよろと立ち上がり、船着き場に向かおうとする。無理ですよ、こんな体で外に出たら。カイムは慌てて母親を押しとどめる。森の泉から湧く水で冷やしても熱は下がっていない。荒い息はさっきからぜいぜいと濁った音を立てている。大丈夫か。ダメよ、息子が迎えに来てくれるんだもの。息子に会えるんだもの。母親は介護の手を振りをほどこうとしたが、逆に膝から崩れ落ちてその場にへたり込んでしまった。息子さんがいたら連れてきますよ、ここに。何か特徴があったら教えてください。介護の腕に抱えられた母親は熱に浮かされた震える声で言った。左の頬、島を出る前に喧嘩してナイフで切られて傷あるの。カイマは無言でうなずき、母親の体をむしろの上にそっと横たえた。ため息を飲み込んで時間をかけたまばたきをして、廃屋の小さな窓から船着き場をじっと見つめる。予感が当たった。私の予感も当たってそうだな。いや、それは夕べのうちに分かっていたことでもあった。仕事を引き受けた時に組織から渡された人相書きにはっきりと書いてあった。左頬に切り傷あり。嘘だろ、マジか。船が港に近づいてくる。船着き場がにぎやかになる。カイムは廃屋の玄関に向かって歩き出す。その背中に母親が言った。お願い、殺さないで、あの子を。足を止めたカイマは振り向く代わりに唇を噛みしめた。あの子が都で何をやったか知らないけど、お願い、殺さないで。知っていたのだ、母親も全てを。母親の勘っていうことなのかな。事情知ってるわけないからさ、絶対さ。もしどうしても殺さないといけないんだったら、先に私をお願い。カイマは黙って廃屋を出た。午後の眩しい日差しに照りつけられて足元がふらついた。もう皆無だね。いたか。行商人たちの群れに紛れるように桟橋に置いてあった男は紛れもなく左頬に切り傷を刻んだ将軍首だった。ついに来たか。だが人相書きの顔よりもずっとやつれている。長い逃亡生活で疲れ切っているのだろう。それでも母親との約束を果たしに、ふるさとの島に帰ってきたのだろう。ああ、呼び寄せるってやつね。まあ、もう無理だろうな。カイム云々よりもさ。カイムがね、どうのこうのっていう問題じゃなく、男はキョロキョロと桟橋を見渡した。人を探す顔が親とはぐれた子供が途方に暮れたような顔に変わる。カイムはゆっくりと男の前に立った。男はもちろんカイムの任務は知らない。ああ。顔を見たのも初めてだった。それでも裏街道の住民ならではの嗅覚か、男はたちまち顔をこわばらせ背を向けて逃げ去ろうとした。その肩をカイムはつかむ。そばめにはっていうのかな、はためにはか、はためには年の離れた旧友が再会を喜び合っているようにも見える軽い仕草だったが、男がどんなに肩を揺すってもちょっと待って、どこを読んだか分からなくなっちゃった今。別のこと考えてたら、ちょっと待って。再会を喜び合ってるようにも見える軽い仕草だったが、男がどんなに肩を揺すっても皆無の手は離れない。殺すことはたやすい。男の眼差しにはもう戦いの記憶は残っていなかったし、死地をくぐり抜けてきた場数は皆無の方がずっと上だ。男にもそれは分かっていた。だから殺すなら殺せよ、ふてくされた声で言って、でもなと続けた。あんたに一かけらでも優しさがあるんなら、俺に最後の親孝行をさせてくれよ。ほんの少しでいい、おふくろに会わせてくれ。おふくろの顔さえ見たら、あとはもういいんだ。あんたの好きにしてくれ。カイムは男の肩から手を下ろした。男はもう逃げない、覚悟を決めたのだろう。やっぱり逃げきれなかったかと苦笑する顔に、
縮小する顔にはどんな形であれ逃亡生活を終えることができた安堵感さえ漂っていた。うん、あんたは何人人を殺してきた？答える必要はない。別に聞きたくもないけどな。俺は見たところあんたより年かさだ。長く生きてくれば気づくこともある。あんたの殺してきた連中にはみんな親がいるんだ。人を殺すってのは誰かの子供を殺すってことだ。そうだろ？俺はそれに気づいて組織を抜けた。医療金代わりにちょっとばかり組織の資金を拝借してな。その金で俺、お袋を、ずっと苦労かけてきたお袋を。はあ、うん。くぐもってきた声を無理に張り上げて、まあいいやと笑う。そんなのは未練だよな。うん、俺も若い頃から数えきれないほどの誰かの子供を殺してきた。その報いだと思えば今更あんたを恨む筋合いはないよな。船の甲板から、おい、そろそろ船が出るぞ、都に渡るお客さんは早く乗り込んでくれと船員が怒鳴った。ああ、まあピストン輸送みたいな感じだからな。カイムは男をじっと見つめて一つ教えてくれと言った。男は黙ったままだったが構わず続けた。お倉さんに会ったらまず何をする？はあ、いいから答えてくれ。ただいまって一言。いや、言わないな。言葉なんかじゃないな。黙って抱きしめるよお袋を。うん、それだけだな。やっぱり抱きしめるのか。ああ、親子ってのはそういうもんだろう。ほう、うん、まあね。カイムはわずかに頬を緩め、船着き場の先の森に顎をしゃくった。ああ、はは、なるほど。そこは森の中に廃屋がある。おふくろさんが待ってるから行ってやれ。なんだって？もう二度と都には戻ってくるな。この島にも残るな。ここから出る別の定期船に乗ってどこでもいいから遠くの島へ渡るんだ。おふくろさんと一緒になと付け加えた。男は唖然として、おい、それってと声を震わせた。カイマはもう何も言わない。男をその場に残し、出港間近の船に向かって歩き出す。見逃したのか。どうやらそうらしいな。任務完了。引き換えに組織から裏切り者として追われる身になっても構わない。息子の無事を祈る母親は遠い過去の霧の中に消え去って姿すら浮かばないのだから。ああ、長生きだからね。いずれね。待てよ。息子の無事を祈る両親は遠い過去の霧の中に消え去って姿すら浮かばないのだから。うん？うん、まあそういうことだよね。いいんだよね。うん、うん、カイムにとってはってことでしょ。こういうのもよくあったけど今までも。うん、船が出るぞ、急いでくれ。船員の声とともに大きな、これはゴングなのかな、が打ち鳴らされた。大海原と大空に響き渡るその音に、驚いて、森の梢でいいのかな、森のさやじゃないよね、梢から色鮮やかな、あ、鳥が梢だね、梢からかな、色鮮やかな鳥が何羽も飛び立った。大きな鳥と小さな鳥、親子なのだろうか。大きな鳥は小さな鳥をかばうように広げた翼をゆっくりと上下させていた。はあ、まあ生まれ変わりじゃないだろうけど。なるほどね。ああ、これはでもいつの船員の声なのかな。うん、また何十年後かなのかな。よくそういうのあったけどさ、過去にもこういうことがあったなみたいな感じでさ。それとも続きなのかな、近々の話なのかな。船員とともに大きなゴングが打ち鳴らされたっていうのは、あの船が出るぞ急いでくれはさ、どうなんでしょうね。うん、なるほど。さあどうなったんでしょうかね、親子はね。まあ金はあるようだな、捕まってなければね、その後組織に。まあカイムも追われる身になったのか、任務完了を信じてもらえたのか、どうなんでしょうね。すまないね。
まったくおふくろは足が遅いな、もう年なんだから家で留守番していればいいのに。まあこのやり取りを見て思ったわけか。なるほどな。こっちへ行くと下町と軍港とゴーストタウンだけ、ゴーストタウンだけど、アサウルスの像がなくなって街も明るく変わったな。あ、これね、前回私言いましたけどね、アサウルスの像は今ないわけだよ、復活したからね。ジョー様がいなきゃ沼田じゃないもんな。今のところからこの左側には来てなかったのよ前回ね。だから左側回っていきましょう。お帰りになってもなって本当によかったよ。ミン様がお帰りになったんですって。よかったわ、ミン様がおられるだけで安心ですもの。なんだか兵士たちが先立っているようだ。ジョーがお帰りだってのにどうしたっていうのかね。まあこれは前回私も散々言いましたけど、ああそっか、うん、まあカカナ将軍の命によりちょっと戦争状態っていうかな、準備段階になる、それでピリピリしてるっていうのもあるし、まあミンが帰ってきてこれからカカナスがこの国を治めるんじゃないかと思っていた人たちもいるわけなので、どうなっちゃうんだろうっていうのもあるだろうね、兵士もね。いやおはよう、ああもう昼なんだね。ここでもなんかサブ会があったような気がするね前ね。生きて動き出す怪物、魔物、恐ろしい破滅、アサウルスのことですね。これこそ芸術、今インスピレーションが訪れたわ。へえ。昨日は作品制作で疲れて寝ちゃったんだ。で何かあったのかい。いやあったよ、あのボス戦ね、アサウルスの。同じか。さてもうちょっと左側行こうか。千年の夢怖いな。ジョー様が帰ってきて、しかもあのアサウルスを倒してくださったって、さすがミン様だね。こらそこのあまりうろうろするんじゃないぞ。うん、もう釣りは懲りたから顔見てるだけさ。釣りぐらいで兵士に絡まれちゃかなわんからね。うん、もう子供たちったらどこ行ったのかしら。何か頼もうとすると消えちまうんだから。うん、今日はさすがに軍用車は通らないね。女王様がお帰りになられためでたい日だからね。ああ、ここ軍用車が通るのか。へえ。アサウルスを倒してしまうなんてさすが女王だな。将軍だけだったらどうしようもなかっただろう。そうじゃない。女王様があのアサウルスを倒したって本当、女王様って実は強かったんだね。お飾りの女王じゃないわけよ。気づいたかい。よし、ここら辺でもなんかサブクエの物を取りに来たことがあるな。あ、この3人組なんかあれだったな前、サブイベっていうかサブクエ。うん、それでね、秘密の、あ、何聞いてんのやいっち。マジか。いやいや、おじさんはそんなつもりじゃなかったよ。じゃああの角で、わ、いきなり一緒に立つなよ、驚くだろ。なんだ、みんな気づいてない。え、何聞いてんだよ、関係ないだろ。なんか裏でなんかあるのか、その運河のそばを通るとき起こしないように気をつけろよって俺がいつも言われてることだけどな。あ、おじさんか。おじさんはもう私たちの仲間だもんね。あ、ほらね、うん、うん、なんか見つけてあげたんだよね。あんたたちはいい大人だね、また遊ぼうな。そうか、うん、まあいい子たちだわ。美人がいっぱい、両手に花じゃないか。あ、セスとかミントかすごく楽しいだろう。ああ、まあ楽しいって選びがちだけど、まあそうでもないにしようか。え、嘘だろ、楽しいに決まって。ああ、そうか、あんたも苦労してんだな。あ、もう一回聞ける、もしかして。楽しい、やっぱそうだよな。俺も贅沢は言わないからモテたいな。一人は奥さんだけどな。じゃあ、あっと、まさか千年の夢。こら、また店のもんを勝手に。待て、戻れ。今日はこれで終わりだな。変だ、戻るもんか、バーカ。ああ、なんかこの親子を見てなんか思い出したのかな。足の速いすら、まったくあいつにはいつもやられるよ。あ、親子ではないらしい。いっぺんガツンと痛い目を見せてやらんと。ああ、店のものなんか盗んだのかな。怒っている天使ボーレス。なるほど、これを見て思い出したようだ。ん、子供の方を見てるのかな、どっちかな。一動画で2回は辛い。今までも何回かあったけど。さて、漢字読めるかな。短めだといいな。ハズレくじ、今回の題名らしい。
今回主人公誰だ。子供を産んで育てることはくじを引くことと同じだ。え、国内の治安を担当する警察長官はため息と、苦笑いの入り混じった声で言った。当たりのくじを引く時もあれば外れを引いてしまうこともある。人生っていうのは本当に思い通りにならないものなんだ。ほう、そういえばさっきは、まあ、相変わらずね、千年の夢っていうのは一体いつの、あの今から何年前の出来事だったか、何十年前、何百年前出来事だったかがいつもわからないんだよね、千年の夢はね。だからこれもそうだよね、いつの時の皆無だったんだろうねっていうね。うん、長官の子供に皆無は無言でうなずいた。当たりと外れで人間の価値を分けてしまうことに納得したわけではない。なんだちょっとまだわかんないね。だがそれが現実だということは認める、認めざるを得ない。この小さな、今度は小さいんだ、うん、この小さな国、規模で言うなら都市一つ分の国家は近隣の諸国に比べるとずば抜けた治安の良さで知られていて、その治安を保っているものこそが人間を当たりと外れに分ける思想なのだから。はあ、はあ、なるほど。あそこに放り込まれている連中は要するにみんな外れってわけなんだ、わけなんだ。長官は吐き捨てるように言って、長官室の窓から見える少年監獄の建物に、顎をしゃくった。ああ、なるほどね。罪を犯した子供たちを収容する少年監獄は近隣のどの国の監獄よりも大きく、どの国よりも厳重な管理と警備のもとに置かれていて、そして未成年の囚人たちへの扱いはどの国よりも過酷なものだった。はあ、じゃあもうだいぶ締め付けるんだね。はあ、うん、それは治安も良くなるよな、長い間出さないとかね。うん、悪い目は早めにうちに積んじゃうって感じ。カイム、あんたはよそ者だからいろいろ言いたいこともあるかもしれない。でもな、この国にはこの国のやり方があるんだ。うん、よそ者かやっぱり。うん、ええ、外れは外れだ。いつまでたっても何をやっても外れが当たりに変わることはありえない。逆に外れを甘やかして放っておいたら後々もっと立ちの悪い大外れになって、まともな国民に迷惑をかける。わかるな、うん、まあ言い得て妙だけどね。まあ別にリアルな世界でもね、うん、そういう考え方もあるということはわかります。うん、私も、うん、精一杯の皮肉だったが長官には通じなかった。その考え方しかないんだ、他にはありえない、ありえないんだよ。平和で安心して暮らせる国を作るには。カイマでもちょっと納得してないみたいだね。ピシャリと言ってあんたにもそれに従ってもらうと念を押した。カイマ今度何屋さんなんだろうな。さっき殺し屋みたいだったけど、始末屋というか掃除屋というかね。カイマはもう何も言わない。しつこく反論すると体制への批判だとみなされて先人用の監獄送りになりかねない。長官には、いや、この町の権力の側につく人間なら誰でもそれぐらいのことはできる。ああ、長官はまた改めて少年監獄に目をやった。あの監獄ができたのは80年前だ。はあ、この町が今の政治体制になって最初に作った建物がガキどもをぶち込む監獄だったってわけだ。はあ、はあ、永遠の生を生きるカイムにとっては80年前の出来事などつい昨日のことだ。うん、まあね、80年前この国家でクーデターが起きた。はあ、はあ、その頃からあるんだね。革命政府は徹底した軍事独裁で人民を統治して治安を生み出す者は片っ端から監獄へ送り込んだ。どっかの国でもこういうのあるな。うん、特に昔はね。何より政府が警戒したのが若い世代の犯罪だった。うん、ガキの犯罪そのものはたかが知れてる。でもな、それを甘やかしてしまうとどんどん悪い方へ転がっていくんだ。最初は万引きで満足しててもやがてこそ泥になる、強盗になる、凶器も使うようになる、最後は殺しだって平気でやるようになる。強盗殺人とかね。悪い目は双葉のうちにっていうのかな、積んでおくしかないんだ。監獄に送られた子供たちは、まあ若いうちにっていうことでしょう、うん、悪い目はね。
監獄に送られた子供たちは生きるために必要最低限、最小限の食事しか与えられない。病気や怪我をしても医者には診てもらえない。はあ、そんな環境で過酷な懲役を課せられ、次々に倒れて冷たい袋となって裏口から放り出されることも少なくない。別にそれならそれでいいやって感じか。はあ、仮にケーキを置いて車場に出ても外れの悪因は消せない。前科を持った子供たちは、子供でも前科を持たせちゃうんだ。世間から徹底的に排除される。就職、結婚、ねぐら探し、何一つうまくいかないように社会のシステムが出来上がっている。はあ、なるほどね。結局世間から弾き出された彼や彼女たちは生きるために再び罪を犯し、今度は成人用の監獄にぶち込まれてしまうだけだ。なあ皆無、長官は苦笑交じりに言った。あんたのようなよそ者は随分ひどい話だと思うだろうな、きっと。皆無は黙って小さくうなずいた。長官はわかるよと苦笑いを深めてさらに続けた。私も本音では少々厳しすぎるかと思わないわけでもない。しかしな、これは半分は奴らに与える罰で、残り半分は真っ当な子供たちへの見せしめなんだ。しゃばんでた前科者が大手を振って街を歩いてたら子供たちはどう思う。犯罪に手を染めて監獄にぶち込まれても何年かすれば元に戻れるんだって思うだけだ。世間を甘く見て舐め切ってろくな子供にならないだろう。だから我々大人が教えてやるしかないんだ。あいつらを見てみろ。一度でも悪いことをすると人生もうおしまいなんだぞ。だから親や教師の言うことをきちんと聞いていい子になりなさいとな。まあ結局、まあ何かでも私言ったけど、まあ結局教育なんだよね、リアルな世界でもね。まあ親や教師の言うことをきちんと聞いてっていうのは、まあその親や教師がちゃんとしてればいいけどさ、まあ教育だよ、とにかく親だろうが誰だろうがね。長官の言葉には一理ある、それは認める。だが皆無は表情に微妙な陰りが差したことに気づいたのだろう。長官は口調を改めて事務的に告げた。当局はクーデターの情報を掴んでいる、もちろん軍部は完全に掌握しているから心配。クーデターってない子供たちがたちまち制圧できるし、ああクーデターってあの、ああこの外の世界でね、ああ今すぐアジトを襲って死亡者を捕まえることは簡単にできる。ただこの際反動分子を徹底的にあぶり出しておくためにあえて決起させることにしたわけだ。はあ、当局が掴んだ情報によるとクーデターの決起は今夜、こちらは万全の構えを敷いているが万が一の不測の事態もあり得る。特に少年監獄で騒乱に呼応した暴動でも起きると面倒だからな。ああうん、この少年監獄のことじゃないでしょ、だからね。で、騒乱に呼応したね。あーはーはーはー、少年ってどのぐらいの年齢なのかね。そういえばさ、10代後半も少年なのか、よくわかんないけど、いわば国家の用心棒のようなものだ。ああ、今回の職業はこういうことか。やっとわかったぞ。皆無が臨時の監守ね。はあ、なるほど。で、主人公はあれか、この、なんだっけ、さっきの長官だっけ、なんだっけ、歴戦の勇士の腕前を見込んで、大役を任せるんだ。その期待にしっかり応えてくれ。手荒いことをしても構わない。とにかく国家の治安のためだ。まっとうな国民の幸せな暮らしを守るためだ。全身全霊をかけて任務を果たしてくれ。あ、長官ね。ああ、長官は一枚の書類を皆無に差し出した。殺人許可書、そこまでだった。ああ、殺人許可書ね。ああ、遠慮することはない。監獄の監視はみんな、持ってるんだ。しかし一人の外れに極刑を科すことをためらっていたら数多くの当たりの国民が、迷惑を被る。わかるな。外れはいつまでたっても外れのままなんだ。そんな連中は外れを背負って生きるよりさっさと殺してもらった方がかえって喜ぶかもしれないんだからな。まあ人によってはいるかもしれない。100人に1人ぐらいは。皆無は無言で書類を受け取った。任務完了だ。文字盤についてくれ。あ、契約完了だ。さっきの任務完了が引きずっちゃってるよ。契約完了だ。文字盤についてくれ。
長官はニコリともせずに言って、つまらん情は書けるんじゃないぞと念を押した。まあどういう手順をたどってその職に今ついてるのかね、カイムは。まあそこまで細かくは描かれないんだね。真冬だというのに少年監獄のには火の気がまるでなかった。狭い独房に収容された囚人たちは皆ボロボロの毛布にくるまって、暗がりの中力なく横たわっている。熱でもあるのか苦しそうなうめき声が聞こえる独房もあるし、精神を病んでしまったのだろう。甲高い笑い声が途切れなく聞こえてくる独房もある。見ての通りさ、もう何の正気もない顔をしている。だから万が一のことがあったとしても、こいつらには何もできない。外れにふさわしい、ただ息をしているだけの存在なんだ。巡回に皆も誘ったベテランの監視は冷ややかに笑いながら言った。彼らが構成して当たりになる可能性は本当にないんですか？ああ、外れから当たりになったね、今ね、演出がね。ああ、なるほど。カイムが聞くと、監視は一瞬キョトンとして、顔の前で手を横に振りながら、ないない、ありえないよ、そんなこと、と笑った。そうなのか？革命から80年、人々の世代も変わった。革命以前の日々の記憶を持たない監視は、物心ついた頃から人間を当たりと外れに分ける思想を植え付けられ、それを微塵も疑っていないのだろう。80年もすでに経ってんならね。なるほど。だからわざわざ雇われたあんたに言うのもなんだけど、たとえシャバがどんなに荒れても、ここにいる連中のほとんどは騒ぎなんか起こさないさ。冷たい水でもぶっかけてやればおとなしくなる。ほとんどのやつら心配はいらないんだ、本当に。ほとんどですか？ああ、全員ってわけじゃない。ハズレの中のハズレも残念ながらいる。監視はそう言って廊下の突き当たりまで行き、壁と見まごうばかりの分厚い扉の錠前を外した。ここから先は懲罰房だ。牢役中に問題を起こしたやつ、反抗的な態度を取ったやつ、反省の色が見られないやつ、要するにどうしようもないハズレがぶち込まれてるわけだ。カイムには分かった。無数の戦場を経験してきたからこそ分かることだった。懲罰房は一般房よりさらに暗く、凍りつくように寒かった。だが暗がりの奥、それぞれの独房の中からは、一般房とは違う静かな熱が伝わってきた。ここにいる連中は皆生きている。ただ息をしているというのではなく、確かな感情を持って生きている。まあ今までの千年の夢でも、この逆の立場だったからね、カイムね。そういう時もあったからね。最初に監獄にぶち込まれた時の罪は大したことはないんだ。コソ泥とかひったくりとか、息がって刃物を振りかざしたりとか、せいぜいその程度だ。おとなしく刑期を務め上げていれば、今頃はシャバの片隅で生きていられたはずなんだ。なのに彼らは皆犯行を続けた。囚人の待遇を改善するよう求め、出所後の差別をなくすよう訴えて、服役中にどんどん罪が加算されてしまい、もはや生きてシャバに出られる可能性はなくなってしまった。厳しいね。奴ら大人になっても成人用の監獄に送られるだけだ。シャバの空気を吸えるのは20年後か30年後か。まあそこまで長生きできれば大したものだけどな。まあそれほど過酷なんですね。へへっと肩を揺すった監視の笑い声を遮って、独房の暗がりから声が響いた。笑うな。静かなけれど凛とした少年の幼さを残した声だった。監視は一瞬怯えた顔になったが、すぐに薄笑いの顔に戻って、こいつが一番の厄介者なんだと言った。ディランというガキでな、シャバでは不良どものボスだったらしいんだが、まあただの跳ね返りさ。お、ディランなんて名前が出てきたぞ。こいつが主人公かな。そして監修は廊下に、びっくりした。廊下に置いてあったバケツを手に取り、うっすらと氷の張った水をディランの独房にぶちまけた。これが一番効くんだ、こいつらには。鉄格子の奥にズブネになった少年がうずくまっていた。これだけでも逃避するには十分の冷たさだけどな。夜明け前に冷え込んだら水がまた凍るんだ。そうすれば髪の毛からまつげからあそこの毛まで凍りつく。凍傷で指がちぎれた奴らだって何人もいるんだ。ずいぶん、土地もそういう土地なんだね。寒いっていうか、
へへと感謝をまた笑う。だがうずくまったニーランの目はギラギラと光っていた。まるで胸の内にたぎる熱で氷を溶かそうというように。カイムにはわかる。ディランの目は戦士の目だ。それも劣勢に立たされながら最後の逆襲の機を伺っている最前線の兵士の目だった。革命から80年、力だけで人民を抑えてきた体制にほころびが出てくるのがちょうどこの時期だということもカイムは知っている。まあいろんな国でいろんな経験しているからか。ああ。でクーデーターはどうなったんだよ。かお監獄に火の手が上がったのはその日の 夜更けだった。カイムクーデーターだ。おお、クーデーターだよ。ついに監視がかけてきて外の様子を伝えた。市内の至る所が焼き打ちされているという。もちろんそれは政府の得ていた情報通りの決起だった。警察と政府軍が総動員されて戒厳令が敷かれた。すでに死亡者たちは身柄を拘束されたという情報も入っている。ああもう。だが想定外のことが一つ。ああおっしゃった。危ない危ない。風が強いんだ。監視は言った。季節外れの恐怖に煽られて炎はほとんど市街地に広がってるらしい。警察長官の命令を伝えるぞ。少年監獄は鎮火に及ばず。わかるか、鎮火に及ばずだぞ。つまりここには誰も助けに来ないということだ。はあ、ほっとけと。仕方ないんだ。軍も消防も市街地の鎮火と住民の避難に追われてとてもこっちまで回る余裕はこっちにまで回る余裕はないんだから、俺たちにも住民の救出に向かうよう命令が出ている。出てる。ああそうなんだ。じゃあ逃がすんだな囚人を。当然のことだと思っていた。このままでは鉄格子の独房につながれたまま囚人たちは焼け死んでしまうのだから。どうだろうね。だが監視はまさかと迷うことなく言った。やつら外れだぞ。せっかく警察が捕まえてぶち込んだ外れをわざわざ逃がしてどうするんだ。本気で言っているのか。お前こそそんなバカなことを本気で言うなんて信じられないな。いいか、やつら外れなんだ。今外れの命を救う余裕なんてないし、ましてやあいつらをシャバに逃がすなんてそんなこと長官がお許しになるはずがないだろう。本気なのだ。本気で彼らを外れの連中を見殺しにしようとしているのだ。炎はどんどん燃え広がって監獄のあちこちから悲鳴が上がっていた。長官に直談判する時間の猶予もはないし、おそらく直談判も空振りに終わるだけだろう。独房の鍵をよこせ。カイムは言った。冗談やめろよと監視は笑った。仕方ない。カイムは無言で胸を大きく振ることなく監視の溝落ちにパンチをお見舞いした。一発で床に崩れ落ちた監視の腰紐から鍵の束をむしり取り、まず最初にディランの独房の鉄格子を開けた。困惑しながら外に出たディランは、あんたもクーデターの一味だったのか。ああなるほど、とカイムに聞いた。いやそんなものに興味はない。そんなものには興味はない。カイムが答えると、じゃあなんで俺たちを逃がすんだと聞く。人間は当たりと外れに分けるような、考え方が嫌いなだけだ。今まで外れと当たりって言ってなかった。まあいいけど、なんかちょっとしたカイムのそういう思いなのかな。当たりを最初に持ってきた。当たりは当たりはってシャレじゃないんだけどさ、気のせいかな。助かるぜ。ディランはにやりと笑ってカイムから鍵を受け取り、他の仲間たちの鉄格子も開けようとした。その背中にカイムは言った。戻ってこい。これは緊急の日なんだ。夜が明けて火の出が収まったらまたここに戻ってくるんだ。お前たちにはまだ罪を償い終えてはいないんだからな。終えてはいないんだからな。冗談だろう。俺は冗談言わない。お前たちが逃げたままなら外れは外れだ。それでいいのか。ああそういうことで押してるんだ。カイムは、なるほどね。この国を支配する連中に見せてやりたくないか。人間は変わることができるんだと。せっかくのチャンスなんだぜ。このクーデターは失敗だ。お前たちがどんなに逃げ回ってもいずれ捕まる。外れの役人をされた連中はいつまでたっても外れのままなんだという見せしめにしかならないし、下手をすれば捕まるのと同時に殺される。まあね。ディランは振り向いてカイムを見つめた。監獄の外はもう炎に包まれている。その
グレンっていうのかな、グレンの色を背にしたディランの目は最初に会った時と同じ闘争心を燃やした戦士の気概に満ちていた。この政治体制も決して長くは続かない。いつかもっと、堂々とお前たちが監獄から出られる日は来る。ああ、カイムにはわかるんだな。ディランに響くかどうかわかんないけど、心にね。俺はそれを信じていて、信じてるから。お前たちに無駄死にはしてほしくないんだ。カイムはそう言って床に倒れたまま感傷を抱え起こした。夜が明けたら帰ってこい。その一言を残してカイムは感傷を背負ってゆっくりと立ち去った。うん、どうだろうな。この政治体制はといっても、それが50年前の出来事だった。ほう。ほう。50年ぶりにカイムが訪ねたこの国は自由な雰囲気に満ちていた。柄の悪そうな青年たちや不良少年どもの姿も盛り場にはちらちら見えるが、それもまだ自由闊達さの証のような気がしてカイムは苦笑する。旅の人かい。市場で老人に声をかけられた。カイムがうなずくと、あんたは運がいいよと老人は笑う。今日は革命広場でお祭りがあるんだ。革命の長老もお出ましになるっていうから、夜通し大騒ぎの楽しい祭りだぜ。お祭りですか。ああ、見たところあんたはまだ若いから昔のことは何も知らないようだけど、50年前のちょうど今日、この国ではクーデターが起きたんだ。クーデターそのものは一晩で鎮圧されたんだけどな。反乱軍が町のあちこちに火をつけたせいで、わしらは大当たりで逃げ惑ったものさ。これはさっきのクーデターのことじゃないよな。だが恐怖に煽られて炎はたちまち町を覆い尽くし、風下の中洲に取り残されてしまった住民も数多かった。わしもその一人だったよ。身を物の女房と血のみごを抱えてちゃ川に飛び込んで逃げるわけにもいかない。そのうち火の粉はどんどん中洲にも飛んでくるようになって、枯れ草に火がついたらもうおしまいだって覚悟したんだ。焼け死ぬのも。その時思いがけない救いの手が差し伸べられた。おお。少年看護にぶち込まれてた連中が来てくれたんだ。ボロボロの囚人服を着てやつれ切った連中だった。あいつらは監獄ではロクスポ飯も食わせてもらえなかった。ああ、その時のクーデターの話か。ちょっとよく分かんなくなってきちゃったよ。そういうことか。ああ、じゃあ逃げたんだけど、こういうことに出くわしたんだね、連中はね。ディラン一行は。監獄ではロクスポ飯も食わせてもらえなかったはずなのに、みんなで力を合わせてお年寄りや子供を中洲から助け出してくれて、枯れ草に燃え移った火を必死に消してくれて、子供を抱いて、向こう岸に着いた直後、力尽きで死んでしまった囚人もいたし、あらあら、ああ、火を消す時に煙に巻かれて焼け死んだ囚人もいた。ああ、みんな命を張ってわしらを助けてくれたんだ。生きる価値なんてない外れの連中がな。みんなの命を張って当たりのわしらの命を救ってくれたんだよ。夜が明けてようやく火が消し止められたのを確かめると、囚人たちはまた少年監獄へ戻っていった。へえ、やるね。そう、あいつらはみんな地獄の一丁目のような監獄へ帰ったんだよ。どさくさに紛れて脱走したやつなんて一人もいない。一人も？へえ、それがまた正々堂々としてるだろ。わしらはみんな感動して口々に言ったものさ。おい、俺たちが外れだと思ってた連中にもいいところがあるじゃないか。もしかしたら外れは一生外れのままだというのは間違いかもしれんぞってな。あ、いいね、この文字残してるの。間違いかもしれんぞと。その声は静かに、しかし確かに国中に広がっていった。少年監獄での囚人たちの待遇を改めるべきだという意見が出てきた。罪を償って、シャバに出てきた彼らをもっと社会が温かく迎えるべきじゃないかという意見も増えてきた。そして外れの子供たちへの意識の変化は徹底した独裁を続けてきた体制への不満と変わっていき、
はあはあ、40年前にクーデターが再び起きたんだって。はあはあ、10年後ってこと？今度のクーデターは、民衆も巻き込んだ市民革命になって、はあ、成功した。そうやって今の国が出来上がったんだよ。へえ。老人の回顧談を聞きながら、カイマは幾度となく頬を緩め、万感の思いを込めてうなずいた。ほう、カイマの一言があったからだね。でもね、老人は最後に教えてくれた。革命のリーダーを務め、新政府の初代大統領になった英雄の名前を、お、ディランというのだと。いけるね。いいね。へえ、そうかい。そりゃそりゃ。でも40年前だから言ってたっけ？まだ生きてんじゃない？革命広場には何、だって少年だったんだからさ、まあ少年、10代の後半だとしても、革命広場には何万人もの人々が集まっていた。花火が打ち上げられ、楽隊が勇壮な国歌を奏でる中、万雷の拍手喝采に迎えられて、革命の長老がステージに上がった。お、ディラン、ディランだって。ディラン、ディラン、俺たちのディラン。ほう、革命の長老か。ええー、年老いて政治の中枢からは優待したものの、白髪のディランの眼差しにはまだ若き日の燃えるような光が宿っていた。群衆の中にいる皆無に気づくことはない。たとえ気づいても、50年前と変わらない風貌の青年を、あの夜の臨時の看守だと思い出すことはないだろう。なるほど。まあ、会ってみなきゃ分かんないけどね。それでも老いた英雄は高らかに言った。人は変われる。人間に外れも当たりもない。歓声と花火がその言葉に応え、祭りの興奮は最高潮に達した。カイムは広場の隅の屋台で酒を一杯だけ買った。ここからは豆粒のようにしか見えない革命の英雄に、そっと杯を掲げた。はは、なるほどね。目に浮かぶようだよ。なるほどなるほど。一息に飲んだ酒はとびきりきつい蒸留酒なのに、飲み干した後はほんのりと甘かったと。いいね。今じゃあ少年監獄っていう、まあ少年院というか、まあないことはないんだろうけど、まああくまでもね、更生に力を入れたような、更生を促すことに力を入れたようなシステムになって、さぞなっていることでしょう。ね、わかんないけどね、終わりと。いやー、きつかった。ちょっと待てよ。全くあいつにはいつもやられるよ。いっぺんガツンと痛い目を見せてやらんと。ああ、なんかコソ泥っていうか、盗みとかやってたのかな。そういうちょっとした少年のね、あれを見て思い出したんだ、今回のことをね。こんな下町になるのよ。女王を連れしているならさっさと宮殿へ行け。ジョー様、ご無事で、お帰りで本当によかった。ここでカカナスの野郎もおとなしくなるだろうよ。いいね。そういうふうに言うやつもいるか。おう、ミン様、昔女王として統治しておられた頃の凛とした目をしておられる。安心いたしましたよ。そうかい？これ前回向こう側ね、のあれは来たよね。これ今跳ね橋みたいになっててさ、上がったから向こうへ行けないんだけど、最初に沼に来た時はもちろんこれ行けたけどね、向こう側にね。今日は時間がかかっちゃったな。あんまりカットするところも早送りするぐらいだな。ここ前来たね。うちの子ったらサウルスが見たかったらしいわ。子供って本当に怖いもの知らずですわ。まあここら辺はまた早送りするかな。なあ、知ってる？昔、ずっと昔、東の方にすごく凶暴な国があったんだぜ。東方部族のことかな。そいつら宮殿の奥にすごいた、お、宮殿、待て、神殿の奥にすごい宝物を隠してさ、宝物を盗みに来たやつが、うっかり持ってくように呪われた仮面をその上に置いて守ったんだって。何？そいつら宮殿の奥にすごい宝物を隠してさ、宝物を盗みに来たやつがうっかり持ってくように呪われた仮面をその上に置いて守ったか。はあ、すごいよな。俺もそいつらのだからいっぺん見てみたい。兄ちゃんいろんな話を知ってるんだよ。でも僕には少しだけしか教えてくれないんだ。悟り、え、あ、いにしえの神殿、あの旧いにしえの大廃墟じゃなくて悟りの神殿っていうのがあんだ。最深部に東方の宝物、
が隠されている。あ、じゃあ東方部族って随分この世界のいろんなとこに今日構えてるっていうかあるんだね、視点っていうか。あ、これ、東方部族は東方部族なんでしょ多分。あ、でね、前回ね、ごめんなさい、これね、ここに見せるの忘れてたね。リルムの近くにあったゴーストタウンのね、これね、裏見戸の、これは裏見戸です。前回お見せしたゴーストタウンに今も埋まってるね、うん、これね、アサウルスの像があったところの左側ね。まあ前回見ていただければ、トレハンメもね、うん、もう解消したけどね。だから恨みのね、お兄ちゃんはアサウルスをすぐそばで見たなんて言うけど、それは嘘だよ。うちに一瞬うちに一緒にいたんだもん。うん、お兄ちゃんはでかい魔物が好きなんだ。でもアサウルスを見たなんていうのは嘘だよ。へえ、ここは子供たちの部屋か。うん、開けるって開けたと思うから開けないけどね、今ね。一個手に入ったぞ。なんだっけ名前、もう忘れちゃった。あ、呪われた仮面が守るもの。へえ。まあ今はいけないからね。さてと、ちょっと時間が結構経っちゃったんだけど、ちょっと宮殿の方に行ってちょっと様子だけ見ようかな。うん、まあいつも私の動画長いけど随分長くなっちゃったな。まさか2回読むとは思わなかった。千年の夢、まあ千年の夢もね、好きなんですよ。でも動画だとなんか焦っちゃってさ、うん、焦っちゃってね、うん、なんだけどね、やっぱりほら今までどういう風に生きてきたかっていうタイムがね、そういうのがわかるじゃない。うん、非常に重要なものだと思ってますよ当然ね。はい、カットしました。でやっとね、まあここに多分行くとなんか始まるんでしょう。でちょっと行ってみましょう、どんなもんかね。ちょっと長くなっちゃったな。うん、まあちょっと行ってみるか。まあこれは一緒かな。まあそりゃそうだよな。うん、まあ、一緒だね前回とね。うん、あ、こいつ礼言ってくれたやつね。うん、さあさすがにもうムービーあるだろう。まあやっぱり、ああ、ヤンセンなんで先頭なんだ。ミンの横にいちゃう。ちょっと待て、おかしい、おかしい、出たぞ言葉が出ないバージョン。ちょっと待て、ちょっと待て、おかしい、こういうことがたまにあるんだよ。うん、このゲーム、ちょっと待て、もう一回やり直す。うん、ちょっと強制的に終了して、うん、ちょっと今のところまでまた戻ってきます。それまでカット。さあ戻ってきました。どうだ今度は。お、ツルツル岩石じゃん。やっぱりおかしかったんだ。様子を見よう。やっぱりおかしかったんだね。ごめんなさい、かぶっちゃった。お帰りなさいませ、女王陛下。皆もよくぞ陛下を無事に連れてきてくれた。礼を言うぞ。ん、どう思ってんだ。どうも信用できないね。どっちかね、これは背高いね。将軍、心配をかけました。顔を上げてください。陛下の留守中、ヌマラは陛下の無事を祈って国民一同祈りを捧げる前にしてありました。本当に嬉しゅうございます。そうですか。長旅でお疲れでございましょう。どうぞ宮殿で存分にお休みください。うん、どうでしょうね。前回の感想の部分をね、読んでいただきたいんですけど、私書いた、あ、ちょっと音がでかいバージョンじゃない。ちょっと音がでかかったですね、またね。攻撃やめい。
ちょっと音調整します。またか、よくあるんだよ。お飾り嬢、のこのこと帰ってきよって、腹立たしいことこの上ないわ。ようやくこの俺が沼らを牛耳り、あの神器臭い平和主義を打ち破ろうとしていたのに、この国は俺のものだ、お前らとに渡さん。この集中攻撃をもってすれば串の女王といえどたまらんだろうや。なるほど。見たか、ウマラは俺のものだ。国家と人民は誰のものでもありません。陛下。将軍、なんと愚かしいことを。己の欲に勝てる者が人の上になど立てるはずもないのに、哀れですね。貴様たち、まとめて始末してやる。あー、なるほど。トロイ連中だね。いや、トロイ連中だねっていうかさ、これどのゲームもいつも思うんだけど、あのボス戦の時は言葉変えてほしいんだよな。 あのねこれね、前回ね感想で言ったと思うんですけど、あの今さ、この世界が取り巻く危機っていうのかな、ガンガラの野望も含めて、うん、それがね今ね、あのほら、なんかお、あの窓をモニターで見て、前回言ったと思うんだけど、窓をモニターで見て、みんなね住民なんかトルダンとかも出てきて、でなんか今にもさ、ゴッツァだっけウーラだっけ攻め込んで、とにかく世界が戦争になろうとしているみたいな感じのを見せつけられたんだけど、いやいやガンガラの仕掛けた罠なんだということで、カガナ将軍には伝えたんだよね、一応ね。いや違うんだと、うん、全部裏でなんか糸引いてんのはあのガンガラなんだと、うん、だからそうじゃないんだと、だから軍備を拡大したりなんなりっていうね、まあ今カガナスはもうそういう気でいっぱいでいるんだけどさ、そうじゃないんだってことを言って民を連れ出してに逃げちゃったのよ、ずっと前のパートでね、ずっと前のメインストーリーで、うん、逃げてきたんだけど、しょうがなくさ、いろんなことがあって、でも心に響いてなかったようだな、やはりな。あうん、さっきひざまずいた時ちょっと一瞬おおと思ったけど、やっぱダメか、戦わざるを得ないのか。こいつはガンガラと違って別に私利私欲のためにこの国を乗っ取ろうと、うん、してるわけでもないと思うんだよな、多分ね。うん、あのカガナ将軍なりにもっと国を強くしないと他国との競争に勝てない。うん、あの経済的にって意味じゃなくて、うん、そういうことのために突き進んじゃってるんだと思うんだよな。うん、だけどガンガラって違うじゃん。もう全く性質が、うん、この世界そのものを手に入れようとしてるわけなんだけど。うん、まあちょっとカガナ将軍には響かなかったようですな。うん、敵は我々じゃないと、ガンガラなんだということをね、分かってほしかったですね。うん、さて戦う羽目になるのは、ただ戦った後に分かってもらえるかどうかはまたやってみなきゃ分かんないですけどね。で今回はとにかく時間がかかりきってしまったので、これを戦い切ることはしません。ちょっと見てみようか。ああ前にメインストーリーでこいつらと戦いましたね。3体もいなかったと思うけど。ああこれね、カノン砲か。前もそうだったな確か。前はあのこの変ななんかこの一輪車みたいのがドーンって突進してくる突進攻撃と、それからこのカノン砲もうこれにもついてんの。うんうん、あのなんかね、カノン砲、うん、それでズドンってやられる、その2種類だったんだよな前はね。おこれはセドの武器ですね。あだからアイテム2倍のスキルを入れたとしても、まああるいはセドを加えてたとしても、これ2個もらってもしょうがないね、アイテム2倍が働いたとしてもね。うん、まあこれはあのこのゲーム特有のボス戦とか特別な敵の場合はドロップ率 100% なんで無理に盗む必要はないということですね。どっちにしてもこれはセドの多分武器なんで1個あれば十分ということですね。じゃああんま気にしなくていいな。うん、しかも今回は属性がないのか。じゃあ機械だけ気にすればいいから、コンブレークかけた前に 100% 機械の方に働くので、機械ダメージアップが働くので、
機械の武器を入れたり、まあどうでしょうね、まあ、ちょっと戦ってみようか。もう 何も組んでないんだけど、これメンバーも変えます。次回ちゃんと戦います。裏で戦っておきます。ちょっと申し訳ないんですけど、まず普通に戦うとどのぐらいといってもな、まあ例えばいつも通りちょっとパワーヒット入ってたっけ。あ、入ってる。うん、じゃあ、あ、ちょっとこれもやってみたいけど、うん、なるほど。じゃあちょっと軽くね、うん、これあれだよ、アザウル戦のままなんだよ。あとちょっと裏でバックヤードでちょっといろんなことやってたままなんだよ。うん、だからちょっといろんなことが、うん、この敵に合ってないと思うんだけど、まあしょうがないよね、いきなり始まったんだから。ただこれだけはちょっとやって様子見ようか。まあプーラとかもかけなきゃいけないかな。アサウル戦と同じような戦い 方してみようか。まずこれどうかな、特殊技カノン砲に、うん、スローン。それからまあ当然これを例えばこっちにやってみようか。ちょっとこの辺も気になるけど、あ、そっか、これ同じものか、重戦車とカノン砲って。はあはあはあ。じゃあまあ例えばこれ、それから、あ、そっか、セドがいるのか。じゃあいきなり後ろからできるんだな。魔法は使わないよな。うん、カウンターもないだろうな。はあ、じゃあちょっとやってみようか。まあ関係ないよな、魔法じゃないよな、どう考えたって。うん、そうか、こいつら、こいつにこれやらせてもよかったな。まあ試しに何かやってみようか、これとか。どう、あ、どうって言った目は何もできない。まず強化ね。まあちょっといろんな戦い方をちょっと裏でやってみます。前回じゃないよ、次回はこいつとの戦いから動画を始めましょう。このカカナスカノンタンク、まあこれ意味ないでしょうね、うん、へえ、なんだってそういうこと。あ、そっか、前もそんなことをやられたような気がする。うん、やっぱりね、機械キラーダメージアップで、しかも機械入ってないけどな、武器に今。ああ突進ね、おっと、たまたまだよ。へえ、あー、まずい、 G シャ、お、あー、これね、前もそうだったね、これ、これは範囲攻撃じゃない、やっぱり。おっと、吸収したぞ。なんで吸収した、攻撃吸収なのか、なんか今火っぽかったね、火。はあ、じゃあいろいろ試してみるか。まあどのぐらいかかる、機械ダメージアップとかどっかに転がってる。うん、あ、機械キラーとか、うん、うん、どっからやっていいのか分かんないけど、まあこの辺とか。まあパワーヒットか、そうか、パワーヒットやろう。そうだ、ケロロンがいてるからパワーヒットじゃなきゃダメだ。うん、うん、まあ、うん、うん、ちょっとなしでやってみようか。うん、まああんま関係ないんだけどな、パワーヒットだから。魔法機械だって、じゃあ何でもいいのか。まあこのままほっとくか、死んだら死んだで、うん、まあマインデスも入ってないけどね。まあマイン、うん、マインデスも入ってないけど、うん、あ、これ早速使ってみようか、前回のね。うん、あ、これ機械キラー、あー、うん、あー、ダメ、うん、まあそんなもんだよな、パワーレスも入ってないし。あー、なるほど、うん、何にも素の状態だとあんなもんしか入らないか。あー、そういうことやられるんだね。はあはあ、で、あれが溜まると使ってくるな、また。うん、まあまあ入るな。うん、
まあもうちょっとちゃんとやれば。ん？倒せたのか。おうおうおう、いいね。うん、GC が減ってきたからさらに食らいやすくなりますね。はあ、なるほど。今どうなってる？うん、これやっといてもいいかもしれないね。ああ、これ一人か。そっか。はあ。今どうなってる？ああ、カノホは始末できた。へえ、うん。なるほど。じゃあ、適当に戦って終わらせるっていうのはやっぱ、ね。なんか嫌なので、せっかくいろいろスキルとかあるのに。だこうやってちょっと戦いますけど、ちゃんとした戦い方もいつもちゃんとした戦い方っていうか、自分なりに考えた戦い方ね。それをさらにその次にいつもやってるので、今回もそうさせていただきますよ。適当にボス戦が始まって、適当にやって勝っちゃう。そしてまた何かの敵が現れて、適当にやって勝っちゃう。で、勝っちゃう、勝っちゃう、勝っちゃうで進めていっても、せっかくなのにさ、そんななんかつまんないじゃないですか。うん、なのでちょっと裏でまたやり込んでみます。そんな大した出来じゃないにしてもさ、一応ね。うん、それじゃあなんか寂しいじゃないですか。じゃあ今回はここまでにさせていただきます。次回やり込んでこいつをやりますよ。うん、では今回もご視聴いただき、メンバーも変えながらね。うん、まあクックとマックも入れようかな。うん、不死者ばっかじゃなくて、そういう沼名なんだから。まあ、ミンは入れるにして、うん。まあ、あと、ミンの、さっきの、ヤンセンも出張ってたから、ヤンセンも入れようかな。うん。あと、カイムじゃない。クック、マック入れたり、ちょっと考えてみますよ。クック、マック入れたら、がぜん辛くなるでしょうからね。うん。さっきの全体攻撃をどう防ぐ、こう、かな。うん。どう防ごうかな。うん。マック、クックはね。ヤンセンとか通常車はね。うん、では今回もご視聴いただきありがとうございました。いやー、かかっちゃったな時間今回の動画も。では、次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ジェラティでした。このままで失礼させていただきます。じゃあね。